はい、里の秋という曲いこうと思います。昭和23年の曲です。3番までありますね。1番はふるさとの秋、お母さんと共に過ごしている、そんな優しい柔らかい曲でございます、詩でございます。2番になると夜空の下で遠くにいるお父さんを、ね、2人で思っている、そんな詩になっています。3番はヤシの島って出てきますけども、多分、南の方に戦争に行っているお父さんがいるんだと思います。そのお父さんを、ね、2人がこう無事で帰ってきてほしいと祈りながら待っている。そこまで来るとね、この時代の曲というのがちょっとわかる気がします。そんな里の秋という曲お聴きください。タンタタンタン、里の秋でした。